それでは名古屋一律行ってみたいと思います。今日の町の全体像はこちら。まあ、ちょっとさすがにこれ全部やってるとですね、時間がなくなってしまいますので、この色のついた問いの1番から4番、これを一緒に頑張りましょう。サミさん、第1段落と第2段落でございます。で、ここは説問に関係がないので、一応注釈を意識しながら一読だけお願いいたします。サミさん、次の段落でございます。まずは問いの1番の検討をお願いします。サミさん、空所 A の左側でございますが、自律的な車、つまり自動運転の車ですね。で、なおかつ左側にはサポーターと書いておりますので、前向きな話が来るはず。で、それは皆さん選択肢眺めていただきますと、まずは A、全く現実的ではない、マイナスですよね。で、B を飛ばして C、最優先ではない、後ろ向きですよね。で、選択肢の D を飛ばして E、我々の生活を改善しない、これも否定的な話になってしまいます。で、もちろん残った選択肢、まあ、これで選んでいただいてもいいんですが、空所の右側、この緑のところをヒントにして考えた方もいらっしゃいますよね。特に出だしは従来からの車、まあ、つまり昔からある人間が運転する車ですよね。で、それが皆さん効率が悪くて危険で、なおかつちょっと汚いと。まあ、空気汚しちゃいますよね。まあ、だからこそ皆さん自律的な車を推し進めたいと。ですから選択肢の B、急ぐべきではない。まあさすがに大気汚染も進んでしまいますので、皆さん急ぐべきですよね。ですから正解は D。皆さんこれ can not うにゃうにゃ enough。皆さんこれちゃんと訳せてますか？うんたらかんたらしてもしすぎることはない。皆さんもうちょっと有名どころで can not うにゃうにゃ to があったかと思います。まあそれの言い換え表現ですよね。ですから早く到着してもしすぎるということはありません。まあつまり早くやってきてほしいと。ですからサポーターの意見としてバッチリ。よって正解は D ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。ここは皆さん、設問関係ないので、一読だけお願いいたします。さあ、皆さん、次の段落でございます。まずはこの問いの2番、検討をお願いします。さあ、皆さん、下線部1番に2、2つと書いておりますので、皆さん、まずは1つ目。で、それは皆さん、すぐ出てきてくれるのでありがたいですね。そうです。一つ目は、テクノロジカル。技術面。技術的な、みたいな感じで書けてあれば OK。で、皆さん、ファーストで始まっておりますので、次のセカンド。まあ、それが出てくんのかなと思って読んでみてもですね、こう出てこないんですね。で、皆さん、これ第6段落の下まだあるんですが、この後いくら読んでも出てこないです。ですね、待ってもちょっと仕方がないので、ここ戻していただいてですね。で、この第5段落の中で二つ目。まあ、書くとしたらどれを書けばいいのか。ちょっと皆さん再検討をお願いします。で、皆さん技術的な側面の話が皆さんこうやって皆さん言い換えられてますよね。進歩。で、文末にはセンサー。皆さんこれまあ技術的な話でございます。じゃああとは二つ目どこにあるのかというと皆さんもうあれしかないですね。そうです。人間。ですから技術的な話と人間。この二つのオブスタコーズ。障害。で、もちろん人間と技術ですから、皆さん、うまいこと対比関係もバッチリ。ですから正解は、技術面と人間。そんな感じで書けてあればよろしいかと思います。さあ、皆さん、続いての段落でございます。皆さん、問いの4番なんですが、まずはこの空欄、あ、ここから検討をお願いします。さあ、皆さん、これ空所の左が distinguish ございますので、まあ、一瞬 from かなと思うんですが、皆さん、右側読んでいくと、and がありますよね。ときたら皆さん、between ですね。distinguish, between A and B。A と B の区別をする。それでよろしいかと思います。で、皆さん、続いて空欄 E の検討をお願いします。すみません、これ、learn, うにゃうにゃ。まあ、何が来るのかなと思うんですが。で、これ、ありがたいことに、ここにも learn がいるんですね。ですから、learn の右側の from。これを対応させるだけ。ですから、空欄 E の正解は、from ということで、よろしいかと思います。皆さん、最後、空欄 U の検討をお願いします。皆さん、これ、空所の右側見ていただけますと、皆さん、SV 繋がってますよね。そうです。動詞が増えてるわけですから、空欄のところは接続詞。で、接続詞は選択肢の他にあるのかなって見てみると、この真ん中。since と before。で、どっちかなと思って、まあ、意味を考えていただいてもいいんですが、動詞の形で判断できますよね。で、皆さん、空所の前後を見ていただいてわかるかと思いますが、少なくとも完了形にはなってないですよね。
で、なぜその話をしているかっていうと、皆さんこれ官僚系の場合は神出、期間を示す極は官僚系と併用、まあ、ですがそうなっていないので神出は×。よって正解は before ということでよろしいかと思います。皆さん次の段落でございます。問いの3番の検討をお願いします。皆さんこれ並び替え問題でございますので、ホワイトボードで説明をいたしますね。さあ皆さん選択肢ですね、上に並べましたので、皆さんこれ見ながらですね、行ってみたいと思います。で、まず一番最初どうしましょうかという感じでございますが、皆さんこのオレンジで線引っ張ったところですね、皆さん No、そして Matter。で、あとは皆さん疑問詞 How。皆さんこれでセットで使えそうですよね。そうです、No matter how。で、皆さん However ですね、これと書き換えることができました。でもちろん、ハウの右側、まあ、少なくとも主語動詞が来るはずですので、皆さんそれを探しますね。で、皆さん主語と言われたら名詞なので、選択肢なんかで名詞を探してみると、皆さん、technology、あ、これじゃないか。で、もちろん名詞でございますので、皆さん、the という漢詞ですよね。だからこれもつきそうだ。で、あとは動詞でございますが、皆さん、proves、皆さん、s ついておりますよね。三人称単数の s がついているということは、もうこれも動詞であろうと。ですから、こんな感じで並べました。で、あとはどうしますかですが、皆さん、prove。そうです。後ろに置ける品詞は決まってましたね。そうです。形容詞。で、もちろん形容詞と言われたら、保護でございますので、皆さん、保護であるとわかる。皆さん、svc。皆さん、これで第二文型、完結しそうですよね。で、選択肢の中で形容詞はあるかなと見てみると、皆さん、一番先頭、hard。そして皆さん、真ん中、perfect。この二つの可能性がありますよね。じゃあ、どっちにするのかということでございますが、皆さん、hard。これが良さげなんですよね。ですから、ここに置いてきました。じゃあ、皆さん、perfect。形容詞に見える perfect はですね、じゃあダメなのか。そうです。形容詞もあるんですが、皆さん、動詞も存在してますよ。うんたらかんたらを完成させる。ですから、形容詞だけじゃなくて、動詞の可能性もあるので、ここはですね、もう最優先で hard。形容詞の hard。置いていただけるとよろしいかと思います。で、皆さん、prove svc、第二文型で文型完結しておりますので、皆さん、この右側は、そうです、m、修飾ですよね。ですから、文構造は大体こんな感じになりました。で、あと皆さん、その perfect でございますが、皆さん、動詞の原型、これをどうやって処理するのか。で、その時に皆さん、おすすめしたいのは、この考え方でございます。皆さん、m の中で動詞の原型を見たら、皆さん、あれとセットですね。そうです。to。皆さん、これで to 不定詞、うまいこといきますね。じゃあ皆さん、これで完成か。まあ、もちろん単語全部使いましたので、OK かなと若干思うんですが、皆さん忘れちゃいけないのは how。そして皆さん、この形容詞との関係性でございます。まあ、皆さん、おそらくご存知かと思いますが、how ですね。で、皆さん、その how の右側、まあ、こう sv がついててですね。で、皆さん、形容詞。まあ、今日はないんですが、副詞でもそうですが、こういう形容詞や副詞があれば、ここに置いたまんま使うことはできないんですね。ですから皆さん書きましたが、No matter how, however の直後に形容詞や副詞。そうです。こっから皆さん移動させなくちゃいけないんですね。ですから、これで完成でございます。で、皆さん意味もうまいことできますよ。皆さん文章をご覧ください。その技術がたとえどれほど難しくても、例えばこの後半使うとですね、その技術を完成させるのがたとえどれほど、まあ、どんなに難しいと分かろうとも、みたいな感じで押さえていただけるとよろしいかと思います。